タマホーム株式会社は日本の住宅会社1998年6月3日設立 JPX 日経中古型株指数の構成名柄の一つ以前本社は福岡市にあり福岡県を中心に九州地方を基盤としていたが2004年6月に大阪本社2005年6月に東京本社をそれぞれ開設し 本店当機も東京に移転した上で全国展開を図っている。タマホーム JR 大牟田駅前店2010年4月、現在閉店し、跡地は婦人福店となった。タマホームとは木造住宅の注文建築を行っている会社である。キャッチコピーはハッピーライフハッピーホーム、タマホーム。より良いものをより安く思っとうとする。社名表記のは 創業者の名字の玉木に由来する。2011年現在、福岡ヤフオク、東京両ドームのプロ野球の球場にバックネット裏広告を出しており、野球ファンを中心に知名度の向上に一役買っている。また、地元だった福岡ドームでは命名権を獲得しようと動いていた。結果、ヤフージャパンが獲得したために成功しなかったものの、2016年に、 創業地の筑後市に建設されたホークスベースボールパーク筑後では命名権を獲得しタマホームスタジアム筑後としているこの他にも球場に隣接する敷地にモデルハウスを出展しているなどプロ野球への積極的な宣伝も特徴の一つであるさらに2007年8月にはお台場冒険王に出展し展示会も開催された タマホームの広告があった新宿アルタ。当初よりキャッチコピーであるハッピーライフ、ハッピーホーム、タマホームの歌詞の CM ソングを使用。この CM ソングは元クリスタルキングの今キューリヒロミが作曲したものである。2009年7月から2013年頃は木村拓也を CM キャラクターにディープパープルの紫の炎のバーンという部分を タマホームに変えた CM ソングが使われた。タマホームの公式 HP にも特設サイトが設けられていた。その後、8.6秒バズーカー、神田さやか、チャラと娘のすみれ、矢野あきこ、旧曽猫神、ピコ太郎、ザ・アルフィ、ー、大友康平、加山雄三、坂本冬美などを起用した。また、20周年記念の CM で、旧曽猫神、ザ・アルフィ、ー、 神田沙也加、加山雄三、坂本冬美、桃色クローバー Z が共演。2014年7月から JFN の週末用時報スポンサー契約に伴い JFN 加盟局にて時報を兼ねたラジオコマーシャルを放送している。2006年頃から2019年まで新宿アルタ屋上に大型広告が掲示されていた。また、同所から生放送されていた。 森田和義アワー笑っていいとも。の関東ローカルスポンサー。番組前半も、ひとじき勤めていた。終了したものも含む。ありがとうございます。